みんなって前髪自分で切るの？脇あずみです。気になる。首の後ろの毛とか切ったことある？鈴木えりです。襟足ですか？襟足をみんな、男性は別に気にしないか。でもえりさんって自分で前髪切りますよね。前髪、もう切ってないの、それが。切ってないんですか？前髪でしょ？前髪。前髪も失敗しちゃうから、うんうん、毎回も1500円かけて、美容院行ってるの、ちゃんと。そうなんですか？あ、そうなんだ。そうだよ。じゃあ、そういう人って意外と多いのかな？アジュジュは。いや、私、前髪だけで美容院行くのバカらしいって思っちゃうんで、絶対自分で切っちゃいます、前髪は。じゃあ、うまいね。絶対自分で切る。で、男の人ってどうなんだろうって思って。でも。切ってんのかな？どうなんだろう。前髪だけで行くのかな、みんな教えて。でも逆にさ、ショートっぽい人はさ、はい、伸びてきたら目立つから、うんうんうん、全体も切んなきゃいけないじゃん、頻繁に、うん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 、だから前髪もやってもらえんじゃない、ついでに。そうなんだ。どうなんですか。わかんない、ちょっとみんなのね、髪事情教えてください。はい、本日はメール会です。はい、では行きますよ。はい、せーの、アゼリアール。ということでメールを紹介していきます。はい、私お願いします。ドギーさんからいただきました。ありがとう。アジュジュエリピョン、こんばんは。こんばんは。先日エリピョンは個人の YouTube 配信で、うん、ハーモニカを加えながらホラーゲームをするという配信をしていましたね。なんだそれ。斬新すぎる配信に、一体どんな配信になるのだろうと思っていましたが、びっくりシーンで鳴るパーというハーモニカの音や、怖いかもというシーンで鳴るパッパーという自信なさげな音色など、いろいろな音が響き渡っており、めちゃくちゃ面白かったです。まだ見てない人がいたらぜひ見てほしい配信でした。一体エリピョンはどうしてあの配信をしようと思ったのですか？また今後の配信も楽しみにしていますといただきました。 ありがとう。もうこれなんか見たことない、 TikTok とかで、あ、バズってるのたまにありますね。ハーモニカを加えながら、そうか、もう私のオリジナルなんかではなくてですね、うん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 、なんかどっか一回ね、なんか動画見たのよ。はいはい、やってた人を見て、うんうんうん、で他に誰がやってるのかなみたいな調べたら、はい、VTuber さんとかも結構多いですよね。そうやられてたから、うんうんうん、もうすごいやりたい、すごいやりたいと思ってやろうと思った。確かに声優さんでやってる人あんまり見たことないかもしれない。なかなか、うん、しかも女性でって。音だけだからさ。あ、そうですよね。顔出しとかもしてないですね。そうなのよ。顔あったらより面白いかもしれないけど。それって加えながら、うん、会話とかは全くしないんですか？もう全く、もうハーモニカの音だけなんだ。もう呼吸とかも全部乗る感じでめちゃめちゃ面白そう。石橋楽器さんに行ったの、はいはいはい、最初、うんうんうん、ハーモニカってありますかって言ったら、うんうん、あ、こちらにちょっとありますみたいな、うん、で、なんかどの曲をやる予定ですかみたいな言われてもう音さえ鳴ればいいんだけどなみたいな思って、はい、じゃあどういう何コードの曲ですかとか言われて、どうしようと思って、あー一番シンプルなやつですかねちょっと考えてみますって言って曲をその場で考える人みたいになっちゃう。でも、ね、そういうところのハーモニカってちょっと高そう。いや、めっちゃ高かった。そうですよね。5000円ぐらい。なんかアマゾンとかでもっと、そうなの、安そうなの売ってそう。そう、もう後でネットで見たら、1000円ぐらい。そうですよね、なんかおもちゃっぽい。そう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 。でも買えたんで、あ、無事 C コードを手に入れさせていただきましたいい音色のものを。いや、いい音色だった。買われたんですね、本当に。でもめちゃめちゃ面白かったって言ってるから。いや、めっちゃやってる方も楽しかったよ。また次もやる予定あるんですか？あ、もうね、次もね、はい、ね、今回ね、うんうんうん、ずっと加えてると、はい、痛いじゃない？痛いから、なんか自撮り棒に固定して、はい、壁テープでぐるぐる巻きにしてあるの多分、また次もいつか使いそうと思ってそのようにしてあるからめちゃめちゃ気になるいや、アジュジュやろうよ、一緒に。私もほら、声を出すと事務所に NG になっちゃうから。ハーモニカ音なら大丈夫かな？大丈夫じゃないの？確かに聞いてみよう聞いてみ
ギリオッケーかもしれない。じゃあハーモニカ音で。ハーモニカでじゃあ続きやろうか。バイオザードの続き。あ、やだ。やりたい。夢が見えた。確かに、ちょっと相談してみますね。相談してみよう。一切喋っちゃダメだよ。一切喋っちゃダメ。ハーモニカ音だけ。私は、ね、ハーモニカだけ。そう。あ、じゃあ皆さんご期待ください。はい、またね、うん、ハーモニカエリさんやる予定っぽいのでぜひぜひアーカイブもまだ残ってるんですよね。あ、まだ残ってる。はい、じゃあ気になる方はぜひお願いします。見てください。ありがとう。ということでメールありがとうございました。はい、番組ではメールを募集中です。はい、メールアドレスはあずえりアットマークセカンドショット .jp、 あずえりアットマークセカンドショット .jp、 はい、普通歌含めてどしどし送ってください。お願いします。各コーナーは番組ホームページにどんどんアップしていきますのでぜひチェックしてみてください。そして今週分のアゼリアルは水曜日24時から、うん、セカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開。さらに有料会になっていただくと過去のアーカイブやアゼリアル特別編が聞き放題見放題、うんうん、皆様会員登録をよろしくお願いします。おい、ではでは今回はここまで。 お, いお相手は脇あずみと鈴木えりでした。